こんにちは、沙織です。今日は最近質問の多い私の食事についてお話ししていきたいと思います。今ですね、私顎関節の治療をしておりまして、マウスピースをこう2個ね、強力な硬い方と、それから柔らかい方と2個使いで今治療中です。あまりこの口が開けられなくて、柔らかいもの、あと水分っていうのがメインになっているので、ちょっと最近食事が変わってはきているんですけれども、その辺も最近痩せたんじゃないですかという以前のフォロワーさんからも言われたりするので、そういうためもあるというお話も含めて、今日の私の食べてるご飯について、食事についてお話していきたいと思います。まず朝ですね、私は朝が一番よく食べるんですけれども、まずはですね、バナナですね。バナナは必ず、毎日ほぼ360日ぐらいはこのバナナを食べております。ただバナナも、今このままはちょっと口を開けると痛いので、輪切りに細かく切って、フライパンとか電子レンジで温めて柔らかくしてバナナは食べております。あとはですね、このヨーグルト、タンパク質の多いヨーグルト、私今スキルさんのこのヨーグルトを気に入って食べてるんですけれども、タンパク質がとっても多いヨーグルトですね。これ1個で 8g、 味がこれはバニラで、こっちがブドウソースが入ってるのが、7g ですけど、このスキルさんのヨーグルトは最近お気に入りで食べております。はい、それからですね、お水はこちらのエミネラスさんのお水、軟水のお水ですごく飲みやすいんですけど、このお水を飲んでます。温泉水が 100% で、この温泉水何かってミネラルがすごくたくさん入ってるんですね。なので、体に足りない栄養なども、このお水を飲むことで、ミネラルね、たくさん取れるように飲んでます。で、シリカって皆さん聞いたことありますか？で、シリカの含有量もすごく多くてですね、髪の毛とか爪とかお肌に効果があるシリカの含有量もとても多いです。で、私も年齢的には白髪が出てもいい年なんですが、全然染めて、黒染めも何もしてなくてまんまの髪なんですが、髪の毛も調子がいいですし、お水ねすごく飲みますので、このミネラル豊富なこちらのね、エミネラルさん飲んでます。そしていつもバッグにも入れて、大きな仕事バッグ、これなんですけど、ここにポッケとかがあるので、ここに入れて、よく生徒さんで、お水あんまり飲めないんですけどどうしたらいいですかって言われるんですけど、私もお水ばっかりそんなに飲む得意ではないんですけど、ちょこちょこ飲みで、こうやって移動が電車なので駅のホームとかでちょっと飲んだりとか、移動中にちょいちょい飲みますね。なので、一気にガブガブって飲むよりは、レッスン前後とか、皆さんもヨガの時間以外にもちょっと移動中にちょいちょい飲むとすぐに500ぐらいは取れますのでね。で、私結構ちゃんと測って飲むのが好きなので、こういう計量カップにしっかり今日はどれぐらい飲んだかっていうのをちゃんと意識して取ってます。なんとなくじゃなくて、もう絶対今日は飲みたいっていう、この意思表示のために計量カップで飲んでます。でですね、これはレモン水なんですけど、野菜もめちゃくちゃ食べるので、朝はトマトとかキュウリとか、今夏野菜をメインに食べますが、もっとビタミン C 取りたいと、そばかすがすごい多くて、すぐにそばかすが増えちゃうっていうのと、年齢的にもシミとか気になるので、ビタミン C ということで、これがレモンでもちろんいいんですけど、面倒なのでこういうレモン水、これはレモン博士の有機レモン果汁って言って、一番飲み、そんなに酸っぱくないんですよね、他のと比べて。なので最近はもうこれ一択なんですけど、このレモン果汁を結構な量ドボドボ入れて、このぐらいだったらもう全然普通にこうやって入れてめっちゃ酸っぱいんですけど、もうこれで飲んでます。で、冷やすとそんな酸っぱさもないので、レモン水にしても飲みます。最近のブームになってます。そして
きからこの豆乳ですね。豆乳はソイラテにして飲みます。コーヒーが大好きなのでソイラテで飲むんですけど、うちは牛乳がなくて、娘中学生なんですけど、豆乳って割と鉄分もねありますので、この豆乳をスープに入れたりとか、ほぼ豆乳ですね。何でもコーヒーとか紅茶もこの豆乳で飲んでおります。で、次お昼なんですけど、お昼は私は食べないです。移動がほぼレッスンが日中のレッスンなので、移動してるので、とスタバが好きなので、スタバで甘い飲み物、ちょっとえってよく言われるんですけど、結構甘いココアとか、あとフラペチーノとか、エネルギーチャージも含めて大好きな甘いもの基本好きなので飲んでます。そして夜はですね、家族のリクエストを聞いて私が作るっていう形なので、リクエストに応じるんですけど、和食が中心になります。あとは、さっきも言った中学生子供がいるので、なるべく栄養が偏らないように、バラエティーに富んだ食事をなるべく作ろうという感じで努力しております。はい、ということでまとめますと、まずは水分をしっかりとってます。1リットル目安に飲んでます。夜寝るときとかも、ベッドサイドに置いて、ちょっと気になったときとかも、乾燥してると思った、あと喉もちょっと弱いので、すぐにお水ですね飲んで潤してます。あとは1日2食ですね、朝夜夕方ですね。で、食べ過ぎない腹八分目っていう食事ですね。で、3つ目が、好きを制限しすぎないという、私の場合は甘いものが好きなので、毎日チョコとかも食べてしまいますし、チョコとかあとその甘い飲み物とかも飲んでますので、食事の制限、好きなものを制限しすぎないっていうことも重要かなと思います。で、力仕事する方とか、あと年齢とか、その体質によっても変わってくるとは思いますので、ぜひ参考までに聞いていただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。質問、それから何かコメントね、ありましたら読んでますので、ぜひ書いていただければと思います。では、次の動画もお待ちしております。またねー。